アイテム番号、SCP-952。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。この記事の執筆時点では SCP-952、アルファは収容されておらず財団の女性職員との接触は回避されています。現在はアメリカ中西部にいるものと推測されます。それが確保された場合、標準的な封じ込めユニットにより Site17 にて保管されるべきです。いかなる女性スタッフも SCP-952、アルファと接触することは許可されません。被検体 SCP-952、アルファ、1からアルファ、5までをそれぞれ標準的な封じ込めユニットに割り当て、すべてに直接的な警備体制を敷いてください。12名のスタッフを教育係や世話係として機能するように被検者に割り当ててください。11歳以上の被検体が女性スタッフと接触することは許可されません。超音波マシンの更新のソフトウェアとして導入された新しいプログラムは、発育中の子供の存在の通知と隠蔽を行います。現時点では、北米以外で子供は見つかっていません。SCP-952、アルファのさらなる事例が発見された場合、それらを必要に応じて中絶あるいは処分を行ってください。現時点では我々はさらなる被検体を必要としていません。説明。SCP-952、アルファは人間の男性で、16歳ほどであると見受けられます。およそ168cm、61kg、肩まで届くブロンドの髪と青い目と記載されています。犠牲者によれば、SCP-952、アルファは神業のような説得力を持ち、不自然なまでに大きな性器を備えています。また、事故を、ハートのジャック、と呼称しています。この SCP はかなり頻繁に移動を繰り返すが、金銭的な支援を受けている様子は伺えません。街に入ると、性交渉の経験のない16未満の女性を求めます。新たな犠牲者を発見すると、精神的なアドバイスを装い、段階的に誘惑を開始します。これは犠牲者にもよりますが、どんな場所でも数週間から数ヶ月をかけて行われます。ひとたび犠牲者の信頼を獲得してしまえば、SCP はすぐにでも性交渉へと入り、それは多くの場合数時間続き、その後ろ姿を消してしまいます。行為の最中は大変な痛みを伴いますが、彼に対しての行為と彼との子供への保護の気持ちを子宮の内部で感じると犠牲者は主張しています。SCP-952、アルファの犠牲者の手首には何度かの接触のうちに入れ墨のようなマークが現れ、それはハートの中に J が描かれているものです。SCP-952、アルファを父親とする子供は4ヶ月の妊娠期間の後に生まれます。生まれたばかりの SCP は、結果としては人間型ですが、毛皮に包まれた足、眉の上に短い角、異常に大きい性器、及び偶蹄の蹄を足の代わりに備えています。これらの子供は、通常の人間の成長パターンからの逸脱を示しませんでした。ほい。1999、SCP-952、アルファ、1発見。男性、誕生から数時間以内に発見され、財団によって拘束されました。SCP の母は拘束されたが、異常内がないと証明されました。デブリーフィングの後、クラス A 記憶消去が施され、流産であったと説明しました。エージェントは、ハートのジャック、と自称する人間に目を光らせるよう指示されました。2002、SCP-952、アルファ、2発見。男性、2歳。母親は激しい抵抗を示し、SCP の捕獲の最中のアクシデントにより処分されました。SCP-952、アルファ、1に紹介したところ、互いが友人であるかのような態度をとりました。2004、SCP-952、アルファ、1、角が抜け落ちます。2004、SCP-952、アルファ、3子宮内にて発見、男性。母は出産とデブリーフィング後に記憶消去。2006軍病院の集中治療室にて犠牲者952、3を発見。犠牲者によれば SCP-952、アルファは彼女と約半年前から交際を始め、性的接触に及んだとされます。挿入の直後、SCP-952、アルファは突然怒りに震え彼女をぶちのめし、彼女が、ピュアでない、ことが不満だったようです。犠牲者の報告によれば、彼女は幼い頃に親戚から望まざる関係を迫られていたとのこと。2007、SCP-952、アルファ、2、角が抜け落ちる。
2008SCP-952-α1、蹄が消失し、正常な人の足となります。2008SCP-952-α4、子宮内にて発見。男性。通常の手順を維持。2009SCP-952-α5、子宮内にて発見。男性。通常の手順を維持。2009、もう十分だろう。すでに5人もちびっ子を抱えてるんだ。我々は重要な研究機関であって、保育園ではない。もしこれ以上の被検体を見つけた場合には、解剖試験に回し、その働きを調べること。オフアイブ、6。2009、それぞれが SCP-952-α を父親とする一人の子供を抱えた7人の女性とその子供のグループが郊外の小さな野営地にて共同生活しているところを発見しました。財団エージェントによる処分作戦を実施。母親と子供は銃撃戦の後に死亡。最も年齢の高い子供はおよそ14歳とみられ、明確な正常の痕跡は発見できませんでした。解剖の際には、いくらかの維持ような器官、情報削除済み、これは幼い子供にも繰り返されます。2010SCP-952-α1 の足の毛が抜け落ちます。通常の人間のような見た目となりました。対象は女性スタッフへ異質な関心を抱き始めました。女性スタッフもまた SCP-952-α1 へ関心を抱いたため、接触を禁止させました。2010、試験結果により子供には生殖能力がないと証明されました。緑の光が点滅、これで動いてんだよな。こちらはロバート、ジャカル氏、役職はサイト23のサイト牧師であり、現在は暑い中このウガンダに配属されている。ちょっとオフアイブ、4の前で、クロンボー、って言葉を使ったっていう理由でだ。政治的な理由は置いといて、私は左遷させられたのだろう。自分のやっていることに平穏を求めやってくる人々をただ手助けするという仕事はなくなった。だが、ここサイトクリッククリックザン、すまん、45という意味だ。ここには現状十分なエージェントがいないもんで、上司が本当の仕事で外に出てる間、私は馬鹿げたことを調べなければならないんだ。ここの間抜け土人たちはある男が銀行を襲い、ヤギなんかに姿を変えられるなんて考えているのでね。ああ、そうだった。すっかり忘れてた。興味深いかもしんない活動を公式の報告記録としてこれを提出してるんだった。ここで地獄のような30年を過ごして、対面での報告すらさせてもらえないとは、そう、このクソったれなマシンに話さなきゃならないなんて。とにかく。私はあのヤギの話の調査から帰宅していた時、ちなみにあや完全な嘘っぱちだった。そして歩いて戻ったんだよ。ここサイト BFE は今まで働いた中でクソ最低の資金しかないからな。それでだ。あのかなり若いクロンボーのガキ、17か18未満ってとこか、そいつが私についてきて、ぺちゃくちゃ喋り始めやがった。英語だったのが、幸いだ。その女は最近出産したばかりのようで、その赤ん坊が悪魔に取り憑かれてると思っていた。そいつは地元の聖職師やどものとこに入りたくないと言った、犯されたってのに、自身を許している、そいつに、彼らは困惑したそうだ。そいつは私の襟元を見て、私なら助けてくれると考えたみたいだ。そいつはアパートまでの全体的な帰り道を私に話した。ある夜こいつが外で働いていると、見たこともない男どもがこいつを路地裏に引き釣り込み、犯されたんだと話した。そして妊娠が発覚した時、そいつが言うには、エイズにかかっていないことにとても感動したそうだ。出産予定日まで妊娠していないなんて考えてすらいなかったんだと。だが妊娠期間は短く、そいつの腹は2ヶ月も経たずにでかくなったそうだ。もちろん、この事態は何かしらの維持用と考え、サイトに連絡し、私が得ただろう何かを知らせて、彼女を連れて、牧師としての仕事を果たした。それで、そこに私たちは着いたんだが、私はあれがただの未成熟児か、何かしらの遺伝子維持用かだろうと踏んでいたんだが、ああ神よ、あの物体は醜かった。つまりは、最低最悪の、言いようのないおぞましいものだった。それで私は何を見たと思う？あれは子供のようで、だいたい1ヶ月ぐらいか、とにかくでかい頭に、黒い目、完全な黒だ、光彩がなく、白目もない、何もなかった。そしてあの手足、まるでイカみたいな。2本の腕、2本の足、だけどその中に骨がないように見え、その指はすべて、うねってやがった。あの赤ん坊の指、のような何かは、2インチの長さで、
それらはただ、絶えず、動いていた。それと口、まさに昼だった。確かに中に歯を見たんだ。とにかく、部隊に連絡する前、この小さな何かがクソを漏らしたんで、あの女の気分を良くするために、儀式の準備をやった。そして、ああクソ、あんなむごい匂い嗅いだことない。私は173の部屋を掃除したことがある。数ヶ月も腐敗した死体が収められていた納骨堂にいたこともあった。それでも、あの匂いは、ちょっと、私の鼻と、口を満たしただけで、気がつくと、ドアを出て、初めてやった売春婦のようにゲロを吐いていてしまった。その時、通りを渡っていたジジイはただ私を笑ってやがった。まるで私が最高の冗談かのように、昼食を吐き出した後、サイトに連絡した。5分も10分もいられなかったんで、私はあのアパートの外に出た。私が戻ると、あの女は床に倒れて死んでいて、そいつの首は横に落ちている肉切り包丁で切られていた。後ろの窓が開いていて、誰かがあのガキを連れ去っていった。すごい速さだった。連れ去った奴の痕跡一つも見つからなかった。犬を使ったがその匂いさえも。それで、何が興味深いのかって、死んだ女の手首にはタプーがあったんだよ。中に J があるスペードのようなタプーがな。2011対象 SCP-952、ベータ、ガンマ、およびデルタを発見するための準備を開始する許可を要求。